刻ツーリングスタートいたします。ただいま3時半ちょい前、今日はこれから鈴鹿まで行って、とりあえず鈴鹿で一泊いたします。ただいま4時。はい、30分遅れで到着いたしました。じゃあ道の駅を出発します。田原車が動きません。どうしましょう。この間整備出したばっかりなのに、なんてことでしょう。パチンコ屋さんの前で止まって、今サービスを呼んでる最中です。行きます。あと50キロぐらい。なんで一応直ったら連絡しようだ。それでは私が先行ってチェックインしておきますんで、1時間で来てください。はい、早速チェックインしました。バイク置き場置かせていただきました。バイカープランじゃないですけど、お疲れ様でした。あら、大変でしたね。罰金完了です。はい、こちら昨日バッテリー上がってトラブったやつです、どうにか2時間かなでキャッチアップをしました。さーて出発しますぜ。は
はい、結局6時40分ちょっと早く出ましょう。結局20分しか早くなかったです。スタートしました。古い街並みだねこれね。はい、またエンジンが止まってしまいました。奈良で大変なことになります。俺がさっき変なこと言っちゃったからかな。またもやバイクトラブル。まあ私じゃあゆっくり行ってますので、治ったら高速で追っかけてください。で、場所を逐次連絡します。はい、2度目です。エンジンがかかりません。私はゆっくり走ることになりました。先に出発します。はい、この参った顔。はい、ここはもそうでしょうけども、めちゃくちゃ走りづらいです。どこを通っていいのか分かりません。何車線回しすぎて。ミニカーから神戸淡路鳴門道。
大渋滞でございます。はい、この翼山温泉来ました、400円ですけども中に石鹸シャンプーありません。全然 OK じゃん。はい、取れたて食堂お魚いっぱい、これでちょっとここを買ってお土産に持ってきます。ありがとうございます。どうもお世話になりました。じゃあどうもお世話になりました。ありがとうございました。突然来て6時半出発。四国の南側は雨だけど上の北側はなんか今日雨降らなさそうです。でもホテル予約してあるんでしょうがないで、新華橋何人かイメージ違うな。向こうからロープウェイがあるんだ。徳島案内してくれるっつって一緒にいるのよ。一等三角点。でかいのは吉野だ。平和記念塔。徳島美山。いやー晴れてます。さて徳島を出発いたします。いや車で来たら狭くてダメだわ。到着。あら結構あるね。ダメだね、あそこまでは上がる気がない。通り過ぎてきちゃった。何してる？ん？なんで猫が？場があります。いや蒸し暑いです。
はい、空いてる、うん、バイクの横。はい、お疲れ様でした。え、何した？ロト廃校水族館流行ってるよね。廃校になっ、え、金魚が泳いでる。元々のプールだったところが、うわすげえな、これハンマーヘッド。これやっぱり海の新鮮な水どころか、やっぱこっち汲み入れてんだろうね。廃校になっちゃったんだろうね、やっぱね、いないんだろうね、人がね。ここまで。この子、椎名小学校。岬って風強いんだよね、どこ行っても。あ、向こうとこっちがつながってるわけじゃないんだ。あ、そっか、展望台はまたもう一つ向こうなんだね。四国88箇所の第24番霊場。あ、そうなの？一番どこにあるの？までだ。ちょっと置いとくからいたずらすんなよ。あ、そっか、こっちが海なんだよね。え、先端なんだから岬の。ここ南海トラフだって。じゃあね、誰かにもらってね、餌ね。君たちはエンジンかかっても逃げない。それじゃね。待って、入り口どこなの？すいません、バイクです。置けます。どこへ？あ、これいいですか？はい、すみません。じゃあまずこれ書きます。309、はい、じゃあ行こう。とにかくいいよね、お風呂入ってもね。車すぐ、じゃあすぐバイク動かして、まずすぐ上がってくる。
ね。天気がいいです、はい、バイクはここに停めさせていただきました。玄関の横の庇の下、はい、8時8分江南市サイクリングターミナルを出発いたします。ここです。アンパンマンミュージアムだって。手をつなごう。坂本龍馬記念館来ました。桂浜来ました。はい、桂浜到着。はい、腰が痛い歩き方をしております。これ沈下したら、だってそこら辺水没すげえぞ、これ
そんな量あんの水が。払います。123のここでも大丈夫です。123、通れないことない。でも暗示した通りの狭さ、狭い通り。お疲れ様でした。どうも、どうもどうも。まだ観光客の人がいるので、なんかここでテント張ってるのは恥ずかしい。でも結構張っていいということでした。一応滑舌用で張りづらい4本。
朝走っています。あらまあ、メズリソーもうすでに閉まっちゃいました。まだ3時半、ビールありました。タスクね、この船の移動販売機メズリソーは閉まってしまっているので、あとはキッチンカーしかないです。ここでもキャンプ OK です。あ、なんかあったら東屋に逃げ込むことができます。ただいま6時22分。今日は何日目？6日目なのかな。霧の中に突っ込んでいくって感じになっちゃいました。あれ全部落ちるんだろうか。そこから来た学生さんと動画撮っております、はい、それでは頑張って来てください。わかりました、はい、ありがとうございます。
この鯉の餌全然食べてくれません。なぜでしょう。うまそうだったのに、今日はお昼はこれにしちゃいました。お、細いね。細いね、これは。結構怖いっすね、これ。やっぱりこれが沈下するような水の量だと、ものすげえ川の水の量ですね、これは。お、渦巻いてる。また降ってしまいました。はい、四国最南端到着。
天狗の花到着。おお。おおおおおお。うおすげえ。すげえ。はい、ちょっと時間がないので、はい、ありがとうございました。定休日と書いてあったのはレストランが定休日ってことでした。よかった、一応見れました。さて、じゃあ今日の宿に急ぎます。はい、本日の宿泊です。はいはい、今日の部屋、じゃじゃじゃん、いいんじゃない。おおおおおおお、すげえすげえ。